僕は右か左かっていうのは、人によって全然捉え方が違いますよね。そうですね。でいわゆる自称右からもすごい嫌われていますけど、僕に言わせると自称右っていうのは頭が悪くて自分を右だと思っている、ダメな人って、まあ、うよぶたって言ってますけどね、まあ、もっと詳しい定義はいろいろ話せるんです。本当の右翼とは何か。あ、でも鈴木邦夫さんがね亡くなったの で、僕は77年に鈴木邦夫さんのあのハラハラ時計と狼っていうデビュー作の本を読んで、ものすごい大きな影響を受けてるんですね。で、まあ、彼は新右翼を立ち上げた人だけど、これはまあニューライトでもあると同時に、あの真実のトゥルーライトでもあるっていうことです。で、真の右とは、彼の言葉はちょっと違うんだけど、少し皆さん分かりやすく言い換えると意気に感じる存在が右なんです。彼は情動の連鎖って言ってます。淀川ハイジャック事件に意気を感じた三島由紀夫が自決の事件を起こし、それを意気に感じた者たちが反日武装戦線狼としてテロを行い、それに息を感じた野村修介が経団連立てこもり事件を起こした。これ左右にまたがってある種の情動の連鎖が起こってるんですよね。でこの情動のその連鎖に敏感なものが右だっていうことなんですね。で、まあ、例えばよく右がまあ、例えば首相を暗殺した時に問答無用と言った、つまり言葉じゃない、てめえの佇まいが気に食わないみたいなものなんですけど、で、まあ、これはまあもともとは古い伝統がある考え方でね、周知主義、知識の知って書いてインテレクチュアリズムって言うんですけど、に対するボランタリズムっていうのは周知主義で、人間というよりも神様や人間やあまたのものの本質はどこにあるのか、知識にあるのか、それとも意志、意欲っつってもね、これは皆さんの思ってる意欲とは違っていて、中からその力が湧くっていうね、その力、まあ、バーチュー、まあ、ビルトゥーですね、ラテン語で言えば、そこに親鸞万象の本質があるのか、知なのか力なのか、力っつっても権力のことじゃなくて内から湧き上がるものです。なかなか伝わりにくいんです、これがね。でもまあ鈴木邦夫氏はそういうことをおっしゃってて本当だなと思い、たまたまその後僕ギリシャ哲学を勉強したってこともあって、ああこれって本当に2500年以上前からの伝統的な思考としてあるんだなと思って、だから例えばね、三島由紀夫ってもともとギリシャに詳しい人で、でしかも右って言われてますけど愛国教育に大反対の人なんですね。それはなぜかっていうと、日本人が一夜にして天皇主義者から民主主義者に変わるような、まあ、空っぽな人々だからなんですね。でなぜ空っぽなのかっていうと、みんな一番病だからだっていうふうに、一番病って言葉は、まあ、竹内よしみっていう人の言葉なんだけれど、まあ、単純に言えば、ポジション取りのために周りが天皇主義者が偉いと思ってる時には、はい僕が天皇主義者です、しかも一番の、ね、周りが民主主義者だらけになると、はい僕こそが一番の民主主義者ですっていうような、そういう空っぽな人間たちが日本人なのであるってことを言っている。でだからもし愛国教育をすればどうなるかっていうと、はい僕こそが一番の愛国者ですっていうね、空っぽ野郎が、まあ、ポジション取りで物を言うっていうことになるだろう。でこんなものは右でも何でもないっていうふうに言ったっていうことは、その人がね、まあイデオロギーとして右的であるか左的であるかってことは実はどうでもいいんだっていうのが三島の考え方、でそれは、完全に鈴木邦夫に継承されていて、で僕の師匠小室直樹氏も全く同じ考え方をしていて、で遡れば、
初期ギリシャっていうのは実はスパルタとの戦争にアテネが負ける前までのギリシャのことを言うんですけど、ギリシャの思想にあるいはギリシャの哲学に表明されたことでもあるんですねっていうことで、今ちょっと鈴木邦芳のことを説明して、で僕はその意味で自分はかなり右だと思っています。で右の特徴はね、もう本当にざっくり言うと、社会の制度をどんなに良くしても人は幸せにはなれないっていうふうに考えることなんですね。でもちろん制度によって貧乏だとか病気を治してもらえないとかっていうことがあるのは不幸に決まっている。だから制度を直しちゃいけないっていうことではなくて、制度を直すのがいいんだけれども、制度を直しさえすれば人は幸せになると思う、人間を嫌うのが、真の右。それは三島にとっても鈴木邦夫にとっても僕にとっても同じなんですね。でそれはなぜかっていうと、人間の意志、意欲、力って非常に理不尽なものでね、必ずしも合理的なものをよくしないでしょう。例えば恋愛を考えてみれば分かりますよね。恋愛ってもともとはね、情熱愛ね、ラブアスパッション、これ正しく訳すと、熟ですね、パッション。パッションっていうのはみんな情熱っていうふうに訳してるけどちょっと違っていて、熟としての情熱愛、自分にはどうしようもなく背負ってしまう思いのことを言うわけですよね。でそれゆえにどう考えても、世間が反対しまくるような身分的にありえないような恋愛をして認められないから駆け落ちをしてみたいなことって、16世紀のシェイクスピアとか、18世紀の近松門左衛門、近松半次とかってここの東西ありますよね。でも愛の情熱ってね、幸せにするものですよね。しかしその結果は多くの場合周りから見ると悲劇、しかし当人にとっては享楽っていう面があったりしますよね。でこれを普遍っていうかね、広げて考えると、人々は合理性を擁護してくれる制度によってだけでは幸せになれませんよね。人々がその制度の下で、その制度が与える幸せに、預かることは大事だけれども、その制度の下で非合理な情熱が、あるいは非合理な思い、非合理な湧き上がる力が否定されるようであれば、それは間違ってるんですねっていうふうに考えるのが本来の右、って考えると、日本の安倍信者とか対米追従、僕に言わせると対米ケツナメロンジャーイコール戦後欲で、右でもなんでもない。で長くなるからはしょりますけど、左もね似たようなことが言える難しい問題なんだけど、ちょっとざっくり言うとね、僕今は亡くなったけど元赤軍派の議長の塩見隆也氏と非常に親しくて、彼が満期で牢屋出てきてからね、多分最初じゃないかな、トークイベントを僕とやったことがあるんですよ。でじゃあちょっと短くエピソード喋りますね。その時塩見隆也氏は、私は間違っていたと、私の信じていたイデオロギーは非人間的なマルクス主義だった。私はこれから人間的なマルクス主義者になる、だから間違わないっておっしゃったんですね。で僕は横にいたんですけど本当に激高して、ふざけんなお前ってですね、ごめんなさい、もう17歳ぐらいなんですけど何々主義に従えば間違いないとか言ってるから、お前は人を殺すんだよって言って、ちょっと紛糾したんですけど、その通りですよ ね間違いないっていうところのね、確信が怖いですもんね。でも仕組みさんはね、その夜中なんか1時頃に出まくりてよく考えたんだけど、宮台君の言うことはそうかもしれないねって言ってああそうですか、よかったって言って、今度また半年後に夜中に分かってきて、宮台君、僕はもうマルクス主義者であることはやめた、分かりました、じゃあもう
何々主義者じゃないんですね、うん、いや僕はね縄文主義者になったんだまた主義者ですかとか言ってちょっと頭を抱えた、ね、これもあるんですけども